ラディベン・アブデル・マジド・ジャイディは、チュニジア出身で、同国代表のサッカー選手。ポジションは DF。強いフィジカルと、長身を生かしたヘディングで攻守に活躍する。エスペランス・チュニスから2004年7月に、イングランドのボルトン・ワンダラーズ FC と契約。彼は、プレミアリーグ初のチュニジア人選手となった。当時のサム・ワラダイス監督の下で、 出場機会をつかみ2シーズンで43試合8得点を記録した。2006年夏に2.000ポンドの遺跡金でバーミンガムシティ FC へ移籍。デビュー戦となったクリスタルパレス FC 戦で1から0の勝利に貢献。現在も同クラブでプレーを続ける。チュニジア代表としても1996年6月2日のルアンダ戦で代表デビュー以来、 中心選手として活躍し、2002FIFA ワールドカップに出場した。同大会終了後に就任したロジェルメール監督の元でも2004年のアフリカネーションズカップ2004制覇に貢献。2006年の 2006FIFA ワールドカップドイツ大会では一時、リーグ初戦のサウジアラビア戦の終了間際に引き分けに持ち込むゴールを決めた。 また2008年のアフリカネーションズカップ2008では首相を務めた代表、ありがとうございます。